2024年も現状打破、今週の「M 隆の陸上丸かじり」です。今回は昨年12月30日に行われた富士山女子駅伝、全日本大学女子選抜駅伝のお話です。M 隆は今回も「報道」で伺ってきました。今大会で名城大学が6連覇を達成、全日本大学女子駅伝も7連覇ということで、6年連続2冠を達成しました。 富士山本宮浅間大社前、静岡県富士宮市をスタートし、フィニッシュの富士総合運動公園、静岡県富士市まで駆け抜ける7区間 43.4km のコースで行われる富士山女子駅伝。10月の全日本大学女子駅伝で12位までに入った大学と、5000メートル7人のシーズンベスト上位の10大学、アディショナル枠、全日本大学選抜。 静岡県学生選抜、合わせて24チームが出場しました。ちなみに、富士山女子駅伝は選抜チームも順位として認められます。2019年には全日本大学選抜が3位に入ったこともあります。その時に2区で区間賞を獲得したのは現在、資生堂で活躍中の5通りの選手、当時、中央大学4年。選抜チームから日本代表になる選手も出てきています。 また富士山女子駅伝のアンカー7区は高低差169メートル、間の坂を駆け上ります。昨年のマラソングランドチャンピオンシップ、MGC で優勝を飾り、今年のパリオリンピック代表内定をつかんだ第一生命グループの鈴木優花選手も、大東文化大学1年生の時に7区で当時の区間新記録を樹立する快走を見せました。今大会は気温がやや上がり、 各校の監督さんたちは水分補給やペース配分など、選手たちと細かなコミュニケーションを取られていました。1区から名城大学の凪良あずみ選手、2年、筑紫女学園、学官賞を獲得。6連覇に向けて幸先の良いスタートを切りました。中継所では各大学に割り振られた番号が読み上げられますが、それ以上の勢いで選手たちが続々と駆け込んできます。無事に が繋がるるとと見ているこちらもホッとします第1中継所のたすきリレーが終わると、報道バスがフィニッシュ地点の富士総合運動公園に向けて出発するため、急いでバスに乗り込みます。過去に全日本大学駅伝の報道バスに乗せていただいたことがありますが、8区間 106.8km の長丁場のため、途中で監督が乗っているバスと一緒に停車して振り、選手の走りを各区間で見ることができました。 しかし富士山女子駅伝はそれより距離が短いため、この時点でフィニッシュ地点に向かわなければ選手に追いつけないのです。レースの後半はメディアルームでテレビ観戦。各区間の速報記録が随時配布されるので見比べながらレースの行方を見守ります。各大学の応援団の皆さんが準備を始めると、そろそろアンカーの選手が近づいてきてるんだな、と感じます。 最初に競技場に飛び込んできた名城大学は、1区から一度も先頭を譲らず6連覇を達成、7区間中5区間で区間賞を獲得する圧倒的な強さでの優勝となりました。